アーシュジューシュパレアーシュジューシュパレジューシュパレアーシュジューシュパレは、イラン料理であるアーシュの一種。ホラサーン、ゴナーバード、フェルドース、サブゼバール地方などで作られる、郷土料理である。ベイハギーは、その著、ベイハギー氏の中でこの料理の名前を挙げている。多種あるアーシュの中でも古くから、あるアーシュであるが、作るのに、手間暇がかかるため、現在ではそれほど食されていない。 家庭で食べる料理というよりは、人が集まった際提供される、おもてなし料理の位置づけである。2021年1月5日、アーシュジューシュパレは、イラン政府によって、イランの無形遺産として登録された。小麦粉を水でこねて、生地を作り、薄く広げて、葉っぱの形にし、その上に、炒めた玉ねぎのみじん切り、あらかじめ調理し、潰したレンズ豆と、エンドウ豆、香辛料。 そして近年では、肉とくるみを乗せ、三角形あるいは四角形の形に開かないように包む。これがジューシュパレである。このジューシュパレをアーシュに入れ、十分煮込んでから粉状にしたキャシュクを少し加える。近年では、茹でる前のジューシュパレやアーシュが店で販売されており、購入することもできる。ジューシュパレを油で揚げて食べる人もいる。ありがとうございます。